や腕の痛みでお悩みの方、未術等をご存知ですか？この漢方薬は中国の明代に記された医書万病回春に由来する処方です。槍術と略術という2種類の術を主成分とし、全12種類の生薬から構成されています。特に四十肩や五十肩といった肩関節周囲炎に効果を発揮します。体力中等度の人で肩や上腕に痛みがある場合に適しており、握力に関係なく使用できるのが特徴です。低腱腕症候群や変形性関節症、慢性関節リウマチなどにも応用が可能です。五十肩に対する改善効果については複数の臨床報告があります。漢方薬は体質にあって初めて効果を発揮します。自分の症状にどんな漢方薬が合っているか漢方の専門家にご相談ください。